今日はですね、私たちが取り組んでおります、みんなで見守るというですね、コンセプトとなっております、これからの見守りサービスについてですね、お話をさせていただきます。まずこちらをご覧ください。お子さんをお持ちの方はですね、非常に気になってテレビ等で報道を見られるかと思うんですけども、私も小学生の、今小学1年生の子供がいまして、こういった報道を見るたびにですね、いつかうちの子供が遭遇してしまうんじゃないかというようなですね、漠然な不安っていうのをですね、抱いたのが私がサービスを作ろうと思ったきっかけとなってます。で、子供のですね、犯罪を調べていきますと、子供の数は減少しているのに被害件数が増加しているということがですね、統計データから見えてきました。つまり子どもがですね、犯罪に遭う確率が上がっているというふうに私は考えています。で、これらの犯罪ですけども、主にはですね、放課後の道路上で一番多く発生しているということが警察庁のデータからも分かってきます。つまり学校を出てからですね、家に帰るまでの間ですとか、遊びに行っているとき、塾に行っているとき、そういったときにですね、一番多く遭遇してしまう、そういったことになっています。この時間帯のですね、お子さんの行動をですね、地域で見守っていく、そんな新しい仕組みっていうのがですね、必要なのではないのかなというふうに私は考えています。その思いをですね、形にしたのが私たちのサービス、オッタとなります。私たちのサービスはですね、こちらのですね、小型の見守り端末を子どもに持っていただくことから始まります。こちらの小型の見守り端末はですね、電波が出ていまして、最大で100メーターぐらい飛ぶようになっています。で、この電波をキャッチする検知ポイントをまずは街中に作るところから、私たちのサービスはスタートします。で、この検知ポイントなんですけども、私たち非常に手軽に設置できるものを作っています。それがこちらでして、これ実は幕開けで出させていただいたんですけども、コンセントに挿すだけで手軽にそのエリアが見守りの検知ポイントになるといったものになります。で、昨年の春からですね、大阪の箕面市でサービスを開始させていただいているんですけども、こちらのエリアでは小中学生1万1000人を対象としてですね、見守りサービスを提供しています。このエリアでは、現在約540箇所の検知ポイントを用意しています。で、非常にここ特徴なのが、公共施設っていうのはほとんど一部でしか使っていなくて、主には、街中にある子ども110番の家、こちらを活用しています。で、さらにですね、地域の住民がアプリを入れていくことによって、子どもを見守る見守り人となることができますので、すれ違うことによって一部記録していくと。ですので日常的にはですね、お子さんは端末を持って学校を登下校していくだけで、検知ポイントを通過したタイミングや見守り人とすれ違っていくタイミング、そういう時にですね、位置がどんどん記録されていきます。で、さらにこちらの基地局なんですけども、ご家庭に設置しますと、検知エリアになりますので、働くママにですね、子どもの帰りを通知したりですとか、お友達同士で導入していきますと、友達の家にですね、自分の子供が遊びに行ったりとか、まだ帰ってこないっていう時にですね、リアルタイムに分かることができるので非常に安心になる、そういった形で地域というよりももっと小さいコミュニティでの見守りネットワークを作っていくことも可能となっています。で、こちらがユーザーが使う機能になるんですけども、ユーザーはですね、スマートフォンのアプリからですと、こういう形でデバイスの登録、見守り端末の登録をします。で、登録した端末はですね、地図情報とともに位置を確認し、さらにですね、履歴データをすべて持っていますので、どのルートを通って帰ってきたかといったことも分かるようになっています。さらに一番使われているのがですね、こちらの通知機能なんですけども、主にはですね、検知ポイントを設置している場所を皆さんがよく通知されているようでして、学校ですとか、放課後の通学路にあるコンビニですとか、あとは塾とかですね、そういった場所をですね、検知ポイントに設置されています。で、私たちは一つ特徴としているのが、スマートフォンだけでなくガラケーにも対応していこうっていうふうに思っています。これはですね、私は全てのユーザーに使ってほしいサービスであるべきだというふうに思っていますので、実際に箕面市の方ですと、約3割の方がガラケーのユーザーですので、そこへの対応というのがですね、ユニバーサルサービスとしては必要不可欠だと考えています。で、地域の見守る力を引き出す施策としてはですね、こういった形で見守りをした人数をポイントとしてランキングを作っていくことを考えていまして、で、こういったランキングによってですね、地域の貢献度が可視化されていくといったものをまず現段階でやっています。で、昨年の夏にですね、箕面さんと協力してやったのがこちらのゆるキャラのゆずるくんなんですけども、これの缶バッジを上位の方にプレゼントするっていうのをやったところ、ある程度の反響があったというふうにお聞きしております。
利用者の声なんですけども、箕面市でやっています、状況としましては、検知ポイントが、ですね、この3月に一般の家庭も含めますと1500箇所になります。で、見守り人が現在7000人いるといった状況なんですけども、当然ながらですね、下校時間外の位置が補足できるというのは当然ですけれども、それ以外にですね、非常に高く評価されているのが、手軽に使えるといったものがあります。まあ、電池がすごく長く持ってどこにでも持っていける、まあ、あと実は防犯ブザーってこういうかわいい防犯ブザーがないっていうのも実は評価になっていて、まあ、あとよく子どもが行くエリアに検知ポイントがあるので、まあ、非常に便利だという声を聞いてます。で、私たちはですねこれをさらに進化させていこうと思っていまして、現在はですねやはり事後対応にとどまっているといったのが状況となっています。今後はですねこの行動履歴データを活用してアラートを出していったりとか他の情報例えば不審者情報と組み合わせていくことによって、まあ、警告を出したりだとかですねそういった形をしていってですね地域と連携しながら予防していくそんな施策を取り組んでいきたいと思っています。で、私たちのサービスなんですけども、まあ、ご覧のように GPS 型と IC タグ型というのがですね子どもの見守りでは主に使われていました。で、GPS 型はですねやはり一部の方しか使えないですとか当然ながら学校に持ち込みが禁止されていますので、まあ、登下校で基本的に使えないというのが現状となっています。で、IC タグ型の方はですね校門にゲート等の工事をすることによって通過情報をやるんですけども下校時間帯の位置が分からないので見守りとしては不適切だというふうに、私たちは考えています。で、それらと比較しますと町全体をカバーすることを考えますと私たちの導入コストが非常に優れているというふうに、考えています。で、これのポイントなんですけども一番先ほども申しましたように町中にあります子ども110番の家ここにですね見守りの検知ポイントを作っていくということになります。電柱等にやはり工事をしていきますとそこの工事費っていうのがやはりどうしてもかかってしまいますのでこういったところを使いますと住民の方が、まあ、自分の電気代で、貢献していただいているというような形になります。で、さらにですね、市内に走っていますインフラとなっていますバスこれもですね見守りバスとして活用していまして、バスとすれ違う歩行者を検知するようになっていますので、まあ、非常にこれが効率的に広範囲をカバーしているというような状況となっています。私たちはですね、一応スマート見守り CE と呼んでいまして、子どもから高齢者までですね、安心して暮らせる世界を作っていこうと思っていますので、まあ、あなたの皆さんの町にでもですね、ぜひ導入したいと思っていますので、まあ、応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。